ヘブライ語大辞典、ヘブライ語大辞典、ヘブライ語大辞典、新、旧ヘブライ語辞典の意は、ベンイエフダー辞典により、ヘブライ語復活のための活動の一環として、編纂され、1908年に、第一環が出版された。ベンイエフダーの死後、ヘブライ語研究者のモシエツビセガル、ナフタリヘルツトゥルシナイラにより編纂作業が続けられ、1958年に、 最終巻が完成した。もっぱら学術的な研究に使用が限定されることが多い時点であるが、すべての項目に幅広い時代の引用が盛り込まれているため、ヘブライ語シ研究における重要な参考資料とみなされている。幼少期にイエシーバーで学んでいた編纂者のベン・イエフダーは、そこでヘブライ語に出会った。彼の故郷であるリトアニアにおける友人たちとの会話の中で、 同じ一つの言語を話さなければ、ユダヤ人は一つの民族になることができないという言葉を聞いた。この言葉をきっかけに、ベイイエフダーは、イスラエルの地、国とヘブライ語という二つものによって、ユダヤ人は完全に一つの民族となれると確信するようになった。彼はこの考えを、医学の勉強のためパリ留学中だった1879年、ヘブライ語の月刊誌。 夜明けに寄せた論文、重要な質問で表明した。19世紀末において、ヘブライ語は、パレスチナのユダヤ人社会において、初期言語としてのみ用いられており、ヘブライ語を、日常の話し言葉として、使おうと望んでいる者は誰もいなかった。それにもかかわらずベニエフダーは、ヘブライ語を、日常会話で使用するための教育を民衆に授ける、ことは可能であると考えていた。 ベン・イエフラーの唯一の気がかりは、長年話されることのなかった、ヘブライ語の復活が可能なのかということと、ヘブライ語を新しい時代に適応させることができるか、ということであった。ベン・イエフラーは、言語の専門家に、かつてそのような言語の復活が成功した例があったか、尋ねたが、否定的な回答を得ただけであった。しかし、ベン・イエフラーは、一人の人間が何かしら言語を、 習得することができるのだから、一民族全体が言語を習得することも可能な、はずであると主張した。ベイイエフダーは、自分自身でこの考えを試みることを決心し、自ら、ヘブライ語を話すことにした。しかし、彼はすぐに、自分の語彙が限られていることに気づく。当時すでにあった、ヘブライ語の辞典を調べても、十九世紀末の会話で、使用するのにふさわしいものがなかなかなかったのである。 この段階で、ベン・イエフダーは、実用的な単語を使って、ヘブライ語の本を書こうとした。最初に、ユダヤ教文献、ミシュナーから、道具の名前を探し出して、一覧にし、その際に出くわしたより、使用頻度の低い単語も書き加えていった。こうしてできた、本を何と呼ぶかという問いに決着をつける前に、ベン・イエフダーは結核を患い、医学の勉強を中止して、アルジェに渡る。 そこで、ベン・イエフダーは、当地のユダヤ人たちと、ヘブライ語のみで会話を行い、結果、彼のヘブライ語能力は向上した。病状が回復するとベン・イエフダーは、アルジェを離れ、パレスチナに移住した。パレスチナへの移動中に、幼馴染のデボラ・ヨナスに再会し、結婚する。夫妻には二人の子供が生まれたが、彼らは、ヘブライ語で教育された。 ベン・イエフダーのヘブライ語に対する熱狂の結果である。元々のベン・イエフダーの意図は、今日知られているような辞典を執筆することではなく、様々な単語の分類を行うことだった。ベン・イエフダーの作った単語リストは、パレスチナで最初のヘブライ語新聞、ハバチェレトに掲載され、その最初の項目は、石の意であった。しかし、ベン・イエフダーは、すべてのユダヤ人が、 ヘブライ語を話すという自分の夢を実現させるには、このような単語リストでは不十分であると悟った。ベイエフダーはすべての単語の定義を決定しようとしたが、そのために必要な膨大な作業量のために断念を余儀なくされ、代わりに語義について議論のある難しい単語の定義づけを行うことを決心する。こうして始まった時点の編纂作業は、 ベイエフダーのヘブライ語復活のための熱心な活動のため中断されることがあった。例えば、ベイエフダーはユダヤ人の家庭に対し、ヘブライ語を日常会話で使用するように説得活動を多く、行ったほか、自ら発行していた、ヘブライ語新聞、発尾の編集活動も続けていた。さらに1890年には、ヘブライ言語委員会、イスラエルのヘブライ語の研究機関、 ヘブライ言ンゴアカデミーの前身を設立した。また、この頃妻デボラが、結核により亡くなっている。また、1894年、人々に反乱をそそのかしているという濡れギヌを、エルサレムの住人たちによって着せられ、オスマン帝国当局に逮捕、監禁されている。あとに、エドマン・ジャムド、ロートシルト、フランスのロスチャイルド家の当主で、 シオニズム運動を支援していたの助力で釈放されるが、新聞の発行は禁止された。そのためこの後、ベイイエフダーは、辞典の編纂に全力を傾けることができるようになったのである。1年後、ベイイエフダーは編纂中の辞典から抜粋を、旧約聖書、タルムードミドラー種及びタルムード語の文学にある、すべての語を含んだ、完全で、 一般的な本という冊子にして出版した。この冊子は過去にその語義が十分に解明されていない単語の解説を目的としたその後の辞書とは内容が異なっている。これはベイエフだがヘブライ語の単語の知識が多い人間は非常に少数であると認識していたため内容を変更したためとこのような問題の唯一の解決方法は 包括的な実典を編纂する以外にないという、ベンイエフダーの考えに由来すると思われる。辞典の執筆のため、ベンイエフダーは、メナヘム、ベンサ・ルークによる、ヘブライ語辞典など、過去に編纂された、ヘブライ語辞典を精読したほか、聖書、ミシュナーと、その仲介、タルムード、カイロ・ゲニザの書簡類や、シラ書などのユダヤ人による文献を読んで出典を求めた。また、他にも、 ベンイエフダーは、古代の碑文や効果、PU と、礼拝時の詩文、ハザルの書簡、カライ派の文学、カバラ文学、それまでに編纂された科学に関する書物など、ユダヤ人による他の重要な資料も出典元として使用した。ベンイエフダーの自宅のほぼ半分が、これらの資料から彼が書き写した、引用のメモにより渦漏れていった。以上のように、 ベイイエフダーが辞典に採録したヘブライ語の語彙は主に書き残された資料から取られたが必要な場合にはアラム語やギリシア語、ラテン語由来の単語も収録された。ベイイエフダーによれば資料を100ページも読んでも辞典に採用できる単語が見つからないことも時々あったという。ミシュナーやタルムードからの単語にはベイイエフダーにより手書きでニクダー ヘブライ語の母音記号を加えられており、彼が正しいと考えた綴りが採用されている。辞典の名称もこの頃、ヘブライ語大辞典と決定された。辞典の当初の目的は、ヘブライ語を生きた広く話される言語に生まれ変わらせるための助けとするためであった。そのため、ヘブライ語を20世紀に適応させるために作られた多くの新語が辞典項目には含まれている。 新語には特別な印が付けられ、元になった聖書やハザルの言葉、外来の言葉との関連が示されている。単語の中には、例えば、イークドック、拳銃、古代では、ザクロ石のように、時代に合うように意味が変えられたものもある。また、グライダ、アイスクリームのように、別の単語をもとに、全く新しく造語されたものもある。これは、氷を表すアラム語のに、ラバイバ、 レビバー、ハヌカの際に食されるユダヤ式、ハッシュドポテトが組み合わさたものである。また、バドゥラ、トマト。これは普及しなかった信号で、現在はギーバニアというのようにアラビア語などの外国語から造語されたものも少数ながらある。ベンイエフダーが作り出した信号の多くは、現在も使われている。辞典の各項目は、 ヘブライ文字のアルファベット順に沿って掲載されており、これは他のヘブライ語辞典と異なるところである。それまでの辞典では項目はその単語の語根のアルファベット順にべられているのが普通であった。例えば、アイグルーフ、検討という語は、という語根のアルファベット順に従って配列されるのが普通であった。この方法は長年の間、 ヘブライ語辞典における項目の普通の配列方法であったが、ベンイエフダーはこの配列方法に従わなかった。これは、ベンイエフダーが辞典を読む人々の中で調べたい単語の語根が何であるかをすべて把握している人は少ないであろうと考えたからであった。単語の語義の解釈とその決定は当初からベンイエフダーの辞典編纂の目的であった。ベンイエフダーは 全ての単語の正確な意味を決定し、他の類義ごとの相違を明らかにしようと熱望してた。そのため、例えば、MA で、ER、や、クワという項目では、単に地面を掘る道具であるという説明の上に、え、ベるということ意味がどう違うのかも説明されている。辞典の内容の正確さを担保するために、専門家たちから、それぞれの専門分野で助けを得ることも多かった。それにもかかわらず、 ベイエフダーは難解な単語の解釈で研究者たちの意見の一致が得られない事態にもしばしば遭遇した。そのような場合、辞典にはその後の様々な解釈はすべて併記されず、ハザル時代以降に最も使用例の多い解釈が選ばれ、記された。語義の解釈に研究者たちの意見の一致が見られたものの文献により別の意味で使用されている例がある単語については、 二つの解釈が併記された。また、意味が曖昧な単語の解釈を決定するにあたって、ベイエフダーは、他の言語の類義語を参考にするのを常としていた。このような古義解釈の方法は、それまでのヘブライ語辞典における解釈方法とは異なるものであった。さらに、ベイエフダーは、各項目に、英語、ドイツ語、フランス語の三つの言語の訳語も付け加えている。 そのためこの辞典は、ヘブライ語と他の言語の訳語を決定づける初めての辞典ともなった。訳語の必要性について、ベン・イエフダーは、辞典を利用する人々の多くがヘブライ語の知識に乏しく、ヘブライ語のみでは理解が難しいと説明している。またベン・イエフダーは、訳語を加えることで辞典にある単語の語義は、より明白になるとも考えた。その上ベン・イエフダーは、 単語の語源と他の言語との比較も加えている。この部分に関して、ベイン・エフダーは、ドイツの聖書研究者、ビルヘルム・ゲゼニウスによる、ヘブライ語、アラム語辞典、シソーラス・フィリロジェコ、クレッティカス・リングウェイ・ヒブレイッキー・エチ・ャルデイッキー・ VT を参考にしている。語源と他言語との比較は、各項目の説明中に記され、非常に複雑で詳細な内容になっている。 語源についての弁ダーの記述は、今日までのヘブライ語辞典の中でも最も包括的なものであが、現在では時代遅れだったり、誤りのある部分も含まれている。辞典の項目はいくつかの要素から成り立っている。すべての項目語には肉ダーが付けられており、脇にその後の出典を示す特別な印が記されている。サズ三章その項目に、 語源の説明がある場合は、関連のあるごとの投資番号が振られている。その後にその項目の単語の意味、続いて、英語、ドイツ語、フランス語の訳語が記されている。項目の使用部分は、ベイ・エフダー以前の時代からの多くの出典元から、取られた、整理された引用からなっている。ベイ・エフダーは、辞典の執筆を一人で行っていたために、作業には、 長い時間がかかった。執筆を始めた頃には、辞典は複数の専門家により執筆されるものであるとの考えが普通であった。しかし、ベイエフダーはこのような考えを否定し、一人で執筆活動を行うことで辞典の内容の統一性が保たれ、質も高まると述べた。辞典編算にかかる多大な作業のため、ベイエフダーは、 正常な生活を送るのに支障をきたすようになった。睡眠時間は、ますます短くなっていったが、執筆を止めることは考慮されなかった。執筆継続の決定は、ベンイエフラーの妻へ、無駄、最初の妻、デボラの妹によるところが多かった。エムダは、ベンイエフラーを説得して、執筆を続けさせ、貧しい彼の世話をした。最初の巻は1908年にようやく、 ベルリンの出版社から出版された。この巻はずっと以前にすでに準備されていたが、ロスチャイルド断尺から辞典編纂作業に対する経済的な援助を受けていたにも変わらず、費用不足により印刷が遅れたのである。ベイイ・エフダーが死去した1922年までにさらに4巻が出版された。ベイ・エフダーは多くの辞典の項目の原稿を残していた。彼の死後は、 未亡人のヘムダと息子のエフードが未刊行の原稿の出版を行うとともに未刊の巻の執筆を継続する研究者を探し出した。この段階で第6巻まで印刷が準備され、さらに第7巻の執筆が終了。第8巻のために多くの項目が執筆された。第7巻はベイエフダー信用基金の助力により出版された。この頃から辞典は ベン・イエフダー辞典と呼ばれるようになった。第8巻と第9巻は、聖書とはざる時代のヘブライ語研究者、モシエツビセガル教授により編纂された。セガルがこれらの巻の編纂作業を終えたのは、1931年であった。1938年には、エリエゼル・ベン・イエフダーのヘブライ語辞典管制協会が設立され、 未完の巻の出版費用の調達にあたることとなった。続く7巻と概論の巻は、ヘブライ言語アカデミーの所長、ナフタリヘルツ・トゥルシナイ教授により編纂され、トゥルシナイにより、辞典の編纂作業が完結したのは1958年であった。最終的に辞典は、概論の巻を含めて、全17巻を有するに至った。セガルもトゥルシナイも共に、ベンイエフダーが未執筆であった。 聖書ヘブライ語やそれ以降の彼らの研究分野である時代の単語の項目の執筆を行った。二人が辞典の完成に果たした貢献は大きく、例えば第10巻だけで、トゥルシナイ一人が執筆した聖書ヘブライ語の項目は250項目以上になる。また二人はベン・イエフラーが執筆した項目にベン・イエフラーの死後に発見された資料からの引用を追加したが、 彼の死後に新しく作られた造語は辞典に採用していない。二人による解説は、ベイイエフラーの解説と区別がつくように、カッコで囲まれている。ベイイエフラー辞典は、ヘブライ語学者、アブラハム・エベンイコール・ショシャンが、新ヘブライ語辞典を出すまで、最も包括的で、広く普及したヘブライ語辞典であり、ヘブライ語の語彙研究に対して、多大なる貢献を果たした。今日まで、 最も広範囲の語彙が収録されている学術的な辞典とみなされており、聖書やヘブライ語研究者により単語の使用例の出典元資料として使用されている。またそれ以上に重要なことに、ベインエフダー辞典は19世紀後半から20世紀初頭にかけてのヘブライ語の発展過程を示す歴史的な証拠資料にもなっているのである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。